ここではエクスペリア Z ウルトラのデータの取り込み書き出し方法を次の手順でご説明いたします。デバイスとパソコンを接続する。本体のマルチポートカバーを外します。付属の USB ケーブルをマイクロ USB 端子に接続します。もう一方をパソコンの USB 端子に接続します。パソコンの電源ボタンを押して起動します。スタート画面左下のデスクトップをタップします。デスクトップ画面左下のエクスプローラーをタップします。コンピューター画面が表示されるので、エクスペリア Z ウルトラをダブルタップします。内部ストレージをダブルタップします。デバイスのフォルダー画面が表示されます。データをパソコンにバックアップする。パソコンに書き出したいファイルまたはフォルダーをロングタップし、コピーをタップします。パソコン内の任意の場所でロングタップし、貼り付けをタップします。データがパソコン内にバックアップされました。パソコンにあるデータをコピーする。デバイスに取り込みたいファイルまたはフォルダーをロングタップし、コピーをタップします。デバイスのフォルダー画面上でロングタップし、貼り付けをタップします。パソコン上のデータがデバイスに取り込まれました。以上で手順は終了です。